ガリレオ研究室がお送りする2017年センター英語解説動画。今回は第2問 A の問題を研究していきましょう。それでは問いの1番。Today, in science class, I learned that salt water doesn't freeze で8の空所があり、0 degrees Celsius あるいは0 degrees centigrade と読みます。選択肢にあるのは4つの前置詞。この中から適切なものを選んでいく。それを考えるにあたってイメージしてほしいのはこの温度計。温度計の 0° Celsius というこの目盛りの一点において食塩水 salt water が凍らないということを学んだんだよという意味合いになっていくので、この一点を表す前置詞というのを入れてやる必要がある。そうするとその役割を果たせる一点のイメージを持っている前置詞というのは1番の at よって入れて読んでいくと、今日理科の授業で私は食塩水が0度で凍らないということを学びました。Today, in science class, I learned that salt water doesn't freeze at 0 degrees Celsius というのが正しい英文になります。続いて問い2番。Many experts think that we need to create more job opportunities for で9番の空所。これを考えるにあたって、まず手順としては、前置詞4の後、が空いているということは、名詞の働きができるまとまりというのを入れてやんなきゃいけないということ。この選択肢の中でそれができるのは、the プラス形容詞という形で、この形容詞の性質を持った people の意味になるという用法があるということ。したがって、この2番、the young を入れてやると、若い人たちのために、young people のために、より多くの job opportunities、職業機会というのを作ってやる必要があると、many experts、多くの専門家たちが考えている。そういう意味合いの文になっていくわけです。じゃあ、入れて読んでみましょう。Many experts think that we need to create more job opportunities for the young. これは、性質、すなわち young という部分に言及することで、その性質、young という性質を持った人々を表すことができるという言葉の仕組みによって成り立つ表現技法である。それでは続いて問い3番。The leaves in my neighborhood have recently で10の空所があり、yellow。これで、まず覚えておいてほしいのが、英語において状態変化というのは、かなりの確率で移動のイメージを持って、表されるということ。したがって、木の葉が紅葉したイエローになったという状態変化というのが、イエローになるという場面展開を起こしたというようなイメージで表される。その展開イメージを持った単語はどれかというと、turn。特にこの紅葉するというので、the leaves have turned yellow っていうこの形、よく使われるので、ぜひ、コロケーションとして覚えておいてもらいたい。で、この turn による状態変化というのは、目に見えて、なおかつ場面がくるっと展開するような大きな目立つ変化というのを特に表しやすいので、そのことも合わせて覚えておくといいでしょう。それでは入れておきまし、読んでみましょう。近所の木の葉っぱが最近紅葉した。The leaves in my neighborhood have recently turned yellow.これが正解の英文になります。続きまして、問4番見ていきましょう。I think eating at home is often で11の空所があり、more economical than eating at a restaurant。この問題のポイントは、11の空所の後が more economical というふうに比較級になっているということ。文意を考えてやると、私は思う、家で食事をとることは、しばしばレストランで食事をとることよりも、more economical より経済的であるということを言っているので、この11番の空所には比較級の程度を強める副詞というものを入れてやりたい。そのような働きをする副詞というのにどういうものがあるかというと2つあって、1つが much、 そしてもう1つが選択肢の1番にある far。 よって問い4では1番が正しい選択肢ということになってきます。2番の high について言えば、副詞で使う場合は fly high
高く飛ぶといったように動詞につくことはありますけれども、このように形容詞の程度に関してはいが何かを述べるという用法がなく、3番の to、4番の very に関して言えば、例えば too big とか very big、でかすぎる、とても大きいといったように、これらはあくまで形容詞の原型、元の形ですね。それが表す状態や様子に関して、何々すぎるとか、とても何々だということを述べるだけであって、比較級の程度を強めるという働きを持っていない。したがって、この4つの選択肢のうち、比較級の程度を強める、別な言い方をすれば、2つの要素の差が激しいということを表せるのは、この1番のファーのみということで、これを正しく入れて、改めて読んでいくことにしましょう。そうすると、I think eating at home is often far more economical than meeting at a restaurant. これが問い4の正しい英文ということになります。続いて問い5番。12がいきなり空いていて、As the leading actor in the film, Ramis soon became a star. この問題のポイントというのは、ここに書いた2つ。1つは、この12の空所からカンマまでのここの出来事と、主節の Ramis soon became a star という出来事の間に時間的な前後関係があるかないかということ。もう一つは、12の空所の前に何の名詞もないというところから、ここの前段の出来事というのはあくまでもその意味上の主語が主節の主語と一致しており、すなわち映画の主役になったというこの出来事はあくまでラーメッシュについて言っているというその解釈を前提に考えなければならないということ。したがってラーメッシュは主役を選んだのか選ばれたのか、能動なのか受動なのか、その関係というのを頭に入れて正解の選択肢を探ってやる必要がある。このように考えていく必要があります。そうすると、まず能動受動関係から考えてやると、ラーメッシュっていうのがbecame a star、 スターになったという分位からも考えて、この leading actor 自身がラメシである、すなわちラメシは leading actor、 主演に選ばれた側、すなわち受動関係であるということが一つ。そして主演に選ばれたということと became a star、 スターになったという出来事の時間的前後関係を考えてやると、当然その主演に選ばれたというニュースが話題になったからこそスターになったという事実が後から発生するのであって、時間的な前後関係がありということになります。この2つを念頭に入れて選択肢を検討していくと、受け身の形になっているのがこの2番の B プラス chosen という過去分詞、ここの部分で受け身の形が成り立っており、時間的前後関係に関してはこの主節の became 過去形に対してこの having プラス過去分詞 been、 ここの部分で慣用の分詞構文が成り立っており、この having プラス過去分詞というのはここの主節の時制よりも一個前、時間的にズレがありますよという出来事を表すという形になっているので、この2つの要素を満たしている選択肢の2番が正解ということになっていきます。それでは2番を入れて正しい英文を読んでみましょう。 Having been chosen as the leading actor in the film, Ramis soon became a star. これが問い語の正しい英文ということになります。それでは第2問 A の動画につきましては、ここで前半と後半を分けたいと思います。問い6から始まる後半の解説動画につきましては、画面の右上、丸 I のようなマークのところからリンクを貼っておきますので、適宜休憩などを挟んでそちらもぜひご視聴ください。ありがとうございました。